ホープ駅はアメリカ合衆国アーカンソー州ホープイーストディビジョンストリート100にある駅全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れているホープ駅はダウンタウンの北の端に位置し1912年にミズーリーパシフィック鉄道の子会社セントルイスアイアンマウンテンサザン鉄道によって建設された頑丈な木製のブラケットで サポートされている深い日差しは、外で列車の到着を待つ乗客を守る。当駅は1968年11月まで旅客営業を行っていた。ビル・クリントンがアメリカ合衆国第42代大統領に当選した1990年代初頭まで荒廃した。国のトップになった彼の出世を記念して、市民グループが駅を彼の人生に焦点を当てた。 博物館に改装することを提唱した。クリントンは1946年にホープで生まれ、大統領になる前はアーカンソー州知事であった。ミズーリーパシフィック鉄道の後継ユニオン、パシフィック鉄道は1994年自治体に駅舎を寄贈した。改装工事は翌年完成し、公開された。1999年3月のクリントンの訪問を記念して、 縦が飾ってある。アムトラックの停車する列車は、下記の通り。南行列車のシカゴ出発便は、サンアントニオで、サンセットリミテッド号と並結され、ロサンゼルス行きとなる。シカゴとサンアントニオ間は毎日運転。北港列車のロサンゼルス出発便はサンアントニオまで、サンセットリミテッド号と並結され、同駅で切り離し。サンアントニオとシカゴ間は毎日運転。 ありがとうございます。